レビの森です。相模原。はい、南区。ドラマに出てきそうな場所や。ゴー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 行ってみよう。なんか臭くない？え、俺のおならかもしれない。した？したの？したよ。あった。こんな癒されるマイナスイオンの環境でどうして硫黄の匂いがするのかね。え？ほこら？桜かな。桜、あ、桜っぽいね。すごい。あ、いいね、いいね。これ全部桜かな。ね、桜だとしたらすごい綺麗ですね。うん。もう開封いたします。はい。はい。何の変哲もないただの焼きそばを食べる動画です。食べてちょっといろいろ語る動画です。そうですね、語るんですね。何かいきますね。はい、どうぞお願いします。じゃじゃーん、すごいね。なんだこれ、すごいね。こんなのペロンチョだよ。あ、そう、すごいね。山盛りです。山盛り入った。足りると思うんだけどな、足りないかな。足りない？全然足りない。あ、そう、うん、まあ、やばいやばい。こっちでやった方が早いんじゃない？どっちが早いんだろう。こっちでもやる。ハプニング。あ、ちょちょ、熱い。 Oh my gosh。 気をつけて。いい匂いねえ。ジャンキーな匂いがしてきました。なんか初摘み、うん、初摘みっていうなんか限定なのかな、うん、プレモルの、おお、すごいな。すごい、重い重い重い。もう無限にペヤングを食べられるってなんか嬉しい。おお、重いね。重いね。すごいね。あなたが食べずに炭水化物から言ってた。すみません。いただきます。いただきます。うん。うん。おいしいやさ。うん。でしょう。ああ。私持ってくる。うん。持ってく？うん。あとで。あともうちょっとね、今年のうちに、うん、次の住処を持ったかった。ああ、そうだね。なんか家探しをしています。家探しの条件ってみんな違うかもしれない、うん、なんだかんだ結構こだわりでるじゃん。やっぱあの自然が窓から見えるところがいいんだよね、うん、でも仕事の関係があるから、うん、徒歩できれば15分以内とかでいいんだよね。できたら、うん、バス使うってこと、うん、バス使いたくないな。バスめんどくさいな。あ、めんどくさい。バスってだってほら、あの雨とかさ雪とかさ降った時に、うんうん、あの傘を閉じる時にバスに乗る時に傘閉じる時に濡れるじゃんとかさ、傘さして
待ってなきゃいけないの、寒い。もうバスが遅延したらもう電車も全部遅延してくる。まあでもそうなると値段との兼ね合いだよね。駅近のいい物件が高いから、まあ、そこを頑張って買うのか、もうちょっと広めで新しい家を買いたい、から少し郊外に行くのか、まあだからみんな割とマンションを選ぶじゃん。そうだね。だから利便性とかも重視するんだったらもうマンションですよ。いやもう戸建てがいい、戸建てが欲しいですよ。庭がある戸建てがいいなと思うから、私1時間半もかかってるんですよ。かわいそうでしょ、朝起きるの苦手なのに6時半に起きなきゃいけない。それじゃない割とみんな普通じゃない1時間半の通勤だと結構、まあいるね。すごいなと思うよ。ということで結局全部食べられませんでした。残念です。無念です。で写しといたので明日もまた食べようと思います。ありがとうございました。